武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が60分で題問が7題出題されています。でそのうち1題が会話、2題が長文、4題が文法という形ですね。なので、まあ、長文の数が少ない分、時間に関しては、まあ、60分で大問7かっていうと結構大変そうだなっていう形なんですが、まあ、もちろん大変ではあるんですけれども、まあ、解き終わらないほどの量ではないという形ですね。で長文一個一個の文章はそこまで長くはないので、まあ、そこで時間変に取られなければ、十分対応できるレベルかとは思います。でまずその会話に関してですが、これはまあ正直本当に基礎の内容なので、まあ、ネクステージなどの一般的な文法書に入っている会話表現しっかり覚えておけば、あとはちゃんと内容が訳せれば十分対応できる問題となっています。で長文問題に関して1題はまあ語句の挿入問題で、もう1題が通常の読解問題という形ですね。語句挿入に関しては正直しっかり内容を読めていればそこまで特殊なものが出るわけでもなく、まあ、イディオムだったり、まあ文の流れで答えたりみたいなものが中心なので、まあ、こちらも基礎がちゃんとしっかり入っていれば大丈夫でしょう。で長文のもう1台の通常の読解に関しては、まあ、日大レベルの文章を読めれば十分対応できる難易度とはなっております。で文法に関しては、まあ、4択と、内容一致ですね、同意表現になっている文章、そしてまあ、空所補充、とあと、まあ、正常、ですね、あと語の定義ですね。空所補充って言っても言葉の定義に対して、答える、問題ですね。はい。で、まあその語の定義の問題がですね、一つの文章を読んで、意味を理解しつつその単語に当てはまるものを選ぶっていう形なので、単語の知識とその与えられた英文からその意味だということに気づく能力がちょっといるので、これはまあ過去問などでしっかり練習をしておいた方がいいでしょう。で正常問題については正常の難易度そのものは、まあ割と基礎的なので、まあ、短期で攻めるなど、まあ、割と優しめの、まあ、センターレベル程度の正常問題、まあ、もしくはセンター の, 第2問に出てくる並べ替えなどでもいいと思うんですが、まあ、こちらで対策しておくといいかとは思います。なので全体的に基礎的な内容ですが、まあ、大問が多い分いろんな対応が必要になるので、まあ、それぞれに合わせた対策をできるように心がけてください。以上が英語の勉強となります。